フランツ・ヨーゼフ一世は、オーストリア皇帝。ハンガリー国王などを兼ねた。全名は、フランツ・ヨーゼフ・カール・フォン・ハプスブルク・ロート・リンゲン。ハンガリー国王としては、フェレンツ・ヨーゼフ一世。オーストリア帝国内の米面国王としては、フランティシェク・ヨゼフ一世である。68年に及ぶ、長い在位と、国民からの絶大な敬愛から、オーストリア帝国の、国父とも称された。 晩年は、不死鳥とも呼ばれ、オーストリアの象徴的存在でもあった。皇后は、美貌で知られるエリーザベトである。後継者となった最後の皇帝カール一世は、統治期間が2年に満たなかったため、しばしば、オーストリア帝国の実質的な、最後の皇帝と呼ばれる。メディアを再生するフランツ・ヨーゼフ一世。3月革命によって、 叔父のオーストリア皇帝フェルディナント一世が退位したため、18歳の若さで即位する。治世当初は、首相フェリックス・シュバルツェンベルク公爵に補佐され、北イタリアとハンガリーの独立運動を抑圧、革命を鎮圧した。フランツ・ヨーゼフ一世は、君主は神によって、国家の同治権を委ねられたとする、王権神授説を固く信じて疑わない人物であり、自由主義。 国民主義の動きを抑圧し、新絶対主義と称する絶対主義的統治の維持を図った。イタリア統一戦争に敗北し、北イタリアの帝国領ロンバルディアを1859年に、ベネトを1866年に、相次いで失う。さらに、ドイツ統一に燃えるプロイセン王国首相のビスマルクの罠にかかり、1866年の広島戦争では、 消極的な自軍指揮官に決戦を命じた結果、イニヒグレーツの戦いで大敗を喫し、プロイセン軍に首都委員に迫られて不利な講和を結ぶこととなった。このような対外的な動きに押される形で、国内では1861年2月直挙で自由主義的改革を一部導入することを認めざるを得なくなる。1867年、 ハンガリー人とのアウスグライヒを実現させ、オーストリア・ハンガリー二重君主国が成立した。これにより、ハプスブルク帝国をオーストリア帝国領とハンガリー王国領に分割し、二重帝国の中央官庁としては、共同外務省と共同財務省を設置する一方、外交、軍事、財政以外の内政権をハンガリーに対して大幅に認めた。しかし、 この後も民族問題は先鋭化の一途をたどり、1908年にボスニアとヘルチェゴビナを併合したことは、ハンスラブ主義の戦闘に立つセルビア王国との関係を悪化させ、さらに民族問題を複雑化させることにつながった。広島戦争後は、不屈戦争で中立を守り、ビスマルク及びドイツ帝国と接近、協調していった。 1873年には、ドイツ、ロシアと三帝同盟を、1882年には、ドイツ、イタリアと三国同盟を結ぶ。帝国内の民族問題やハンスラブ主義の展開への対応に苦慮する中、1914年のサラエボ事件で、後位継勝者、フランツ・フェルディナント大公が暗殺され、 オーストリアはセルビアに戦線を布告、第一次世界大戦が勃発する。戦争中の1916年、肺炎のためを委員にて86歳で崩御した。幼少期母、ゾフィー大公妃に抱かれた、フランツ大公、ライヒシュタット公爵ことナポレオン2世、両シチリア王女、マリーカロリーヌと共に、 いずれもオーストリア皇帝フランツ一世の孫である1830年8月18日、オーストリア皇帝フランツ一世の三万フランツカール、太公とバイエルン王女であるゾフィー大公妃の長男として生まれる。この出産は公開され、宮廷に出入りできるものなら誰でも見ることができた。ゾフィーはなかなか解任しなかったが、宮廷の寺院からの勧めによりバートイシュルの塩泉で、 治療したところ、男子が生まれるに至った。そのような経緯から、塩の王子と呼ばれた。洗礼の際には、祖父フランツ一世が、大父を務め、洗礼名は、フランツ・ヨーゼフ・カールと定められた。今日、フランツ・ヨーゼフ一世として知られるが、即位するまでは、複合名は用いられず、幼少期には、フランツイと愛称で呼ばれていた。 当時オーストリア皇太子の地位にあったフェルディナントは、生来の病弱であり、子孫を設けることは、不可能だと考えられていた。その弟である父、フランツ・カール大公は政治に関心がなく、即位しない意思を、すでに表明していた。よって、生まれたばかりの男子が、将来的に定位を継ぐことはほぼ確定しており、 皇帝となることを予期して育てられた。いとこのナポレオン二世が泡立てたクリームの乗ったストロベリーアイスクリームと表現しているように、フランツはその愛らしさで宮廷の人々を魅了させた。フランツ一世は初の内孫であるフランツを溺愛し、自身の護衛にこの孫に対しても皇帝と同様の敬礼をさせた。また、フランツ一世はこの幼い孫を、 自身の膝に乗せ、初歩のイタリア語を自ら教えたという。母ゾフィーはフランスを厳しくしつける一方で、弟マックスを甘やかした。兄弟が一緒にいたずらをしても母はフランスだけをきつく、叱ったが、これは将来の皇帝として長男に大きな期待をかけ、むしろ次男以下を差別した結果だった。 皇族の子女による子供劇場が、ゾフィーの肝入りで催された時、主演は、性格からしてマックスがふさわしいと誰もが思ったが、ゾフィーが指名したのは、未来の皇帝たるべきフランツであった。わずか4歳で宮中での祝宴への参列を許された、フランツは、万事より目正しくという母の言いつけを完璧に守り、大人たちを簡単させたという。 1835年5月2日、祖父フランツ一世が崩御し、オジフェルディナントが即位した。帝王学将来の皇帝たるフランツは、ハプスブルク家の伝統に則っ,って教育された。フランツは6歳の時に、風母の手から引き離され、最小クレメンス・フォン・メッテルニヒから不育館に任命されたハインリー・ヒ・フランツ・フォン・ボンベル伯爵の元で、週13時間の授業を、 7歳の時には32時間の授業を受けるようになった。この時点でフランツが受けた授業には、ドイツ語、聖書法、地理、宗教、図画、ダンス、体操、フェンシング、水泳、軍事訓練、フランス語、ハンガリー語、チェコ語が含まれていた。その後さらに、歴史、馬術、音楽、イタリア語が追加された。母ゾフィーが嘆くほどに、 フランツに対する教育は、春烈なものだった。12歳の時には週に50時間にも及ぶ、授業時間が設けられ、13歳の時には、勉強しすぎのストレスから病気になったが、しばらく休んだ後、さらに多くの科目が追加された。1844年以降は、哲学、法律学や、政治学、天文学、工学、ポーランド語も追加された。 フランツが一週間に学ばねばならない科目は37に及び、授業は朝6時に始まり夜の9時まで続いた。苦手な科目は数学と聖書法であり、好きな科目は歴史と地理であった。母ゾフィーは宗教と歴史を大切に思っていたことから、この両教科の授業には必ず同席した。国語であるドイツ語や、 当時の外交言語であったフランス語のほか、ラテン語、ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、イタリア語といったように多くの言語が含まれているが、これは多民族国家、ハプスブルク帝国において、重要な言語がカリキュラムに組み込まれた結果である。軍事関係については、陣営での指揮、連帯の配置、不評、砲兵、騎兵の任務などの訓練を受けるようになった。 1848年革命ウィーンから逃亡する帝国最小メッテルニヒフランス王国で発生した2月革命がヨーロッパ中に飛び火してオーストリア帝国では3月革命が発生したウィーンではおよそ27年にわたって帝国最小を務めていたメッテルニヒの罷免を求める声が学生や労働者を中心に高まった3月13日に群衆が シェーンブルン宮殿前の下オーストリア両方議会議事堂に殺到し、検閲の廃止、出版の自由や自主憲法の制定を要求した。翌14日に、メッテルニヒが職を辞して、ウィーンから逃亡すると、メッテルニヒを悪性の象徴とみなしていた民衆は歓喜した。オジフェルディナント帝が、フランツカール大公、フランツと共に馬車に乗って、市内を駆け巡ると、 民衆はこれを歓声を持って迎えた。かくして、ウィーンには一時平穏が戻ったが、やがて、バイエルン王国で、ルートィヒ一世が退位したとの知らせが届く。ウィーンは再び混迷に陥り、皇帝の安全さえ保障できない情勢になった。このような、不穏な情勢の中で、ハプスブルク家の時代を担うフランツは、病弱な皇帝よりも大事な存在だった。 母、ゾフィー大公妃は、イタリア戦線のヨーゼフラデツキー将軍のもとに、フランスを託し、軍隊での経験を積ませることにした。当時のイタリア戦線は決して思わしい状況では、なかったが、それでも、革命的な様相を呈するウィーンよりは、マシだった。帝国騎兵隊の征服に身を固めたフランツは、4月25日に、イタリアへの旅路につき、4月29日に、 ラデツキー将軍のもとに到着した。ラデツキー将軍は若き大公を安全な場所に避難させようとしたが、フランスはこれを拒絶した。5月6日に始まったサンタルチアの海戦では、コンスタンティン・ラスプレ中将の部隊に所属した。ラデツキー将軍の報告書には、フランスについて次のように記されている。殿下は幾度となく、 迫り来る放火のもとに身をさらされ、しかも平然と落ち着き、冷静そのものであられた。これは、私のいたく喜びとするところである。敵の砲弾が、殿下の、ごく間近にまで飛来したにもかかわらず、微動だにされなかったのを、私自身が目にしたフランツが、イタリア戦線に立った4月25日、ウィーンでは、フェルディナント帝が、近帝憲法を発布し、またしばらくは、 平穏が戻っていた。しかし5月15日、多くの民衆が普通選挙法の制定などの新たな要求を掲げて、王宮前広場に集まり、宮殿の中に殺到しかねないありさまになった。フェルディナント帝は、皇族や宮廷人をすべて引き連れて、やむなく、チロル州とインスブルックに避難した。フランツはそのまま、イタリア戦線に止まることを望んだが、 インスブルックへ来るようにとの指令を受け、やむなく両親らの待つインスブルックに入った。ここでは、将来の花嫁となる10枚エリーザベトとの対面もあったが、まだこの時には彼女に対して何の感情も抱かなかった。路上で吊るしくにされた、陸軍大臣、テオドール・ラトゥール白爵革命家のウィーンから避難する皇帝フェルディナント一斉上がって、プラハの暴動を鎮圧した。 アルフレート一世、ツー・ビンディシュ・グレーツ公爵がウィーンに帰り、こちらの動乱も収束させていった。こうして8月初頭には、宮廷はウィーンに帰還することができたが、ほんの2、3週間も経たないうちに、またしても、急進的な学生や労働者が、宮殿前に集った。宮殿を守る軍隊によって一時的に彼らは、 撃退されたものの、両者の溝は深まる一方だった。10月16日、ボートと化した民衆が陸軍省を襲い、テオドール・フォン・ラトゥール白爵を殺害し、路上で吊るし首にした。ウィーンは、予断を許さぬ情勢に陥り、宮廷は再び都を移する。今度の行き先は、メーレンのオルミュッツであった。フランツは馬に乗り、一族の馬車に付き添うようにして、 これに同行した。オルミュッツに逃れた宮廷では、会議が行われ、おじみかどフェルディナント一世の退位が決定する。フェルディナント帝では、国家の安泰を維持できず、その弟、フランツカール大公も適任ではないという結論となった。オルミュッツでの即位行為を継承したフランツヨーゼフ一世、青年皇帝が歩み寄り、お辞じの前にひざまずき、その祝福を受けた。 神のお恵みがあらんことを。フェルビナント一世陛下は仰せられた。しっかりおやり、うまくいくさと。皇后陛下は、若い君主を我が胸に、お抱きになられ、長い間、お両腕でご法要を続けられた。マナコを濡らさぬ人とていなかった。議店長、アレクサンダー・アフォン・ヒュープナー伯爵の回顧録より、シュバルツェンベルク首相から新閣僚を紹介される。 フランツ・ヨーゼフ一世1848年12月2日、オルミュッツの大司教官、玉座の間にて、オジ・フェルディナント帝から上位された。冒険のオーストリア大公は20歳が成人年齢とされていたが、フランツは特例として18歳で成人と認められた。議店長、アレクサンダー・フォン・ヒュープナー伯爵の回顧録によると、 首相フェリックス・ツーシュバルツェンベルク公爵によって、まず、フランツの青年少書が、次にその父、フランツ・カール大公の後位放棄少書が、最後に、フェルディナント帝の大尉についての招徴が読み上げられ、フェルディナント帝とフランツ・カール大公がこれに署名した。フェルディナント一世の祝福を受け、続いてフランツが新皇帝として文書に署名することで、オーストリア帝位は、 正式にフランツに移った。フランツがフランツ2世ではなくフランツヨーゼフ1世という異例の複合名を用いることになったのはそれだけ当時の革命が危機的状況だったことを示している。急進的な改革を行ったことで自由主義者から敬愛される神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世を彷彿とさせるこの名前を取り入れることによって 革命勢力をなだめようとする意図もあったのである。しかし、当のフランツ・ヨーゼフ一世は、君主は神によって国家の統治権を委ねられたとする王権神術説を固く信じて疑わない人物であった。このような思想を持つ新皇帝にとって憲法とはその内容以下にかかわらず神から与えられた。 信念が命ずるままに統治するという統治者の義務に背くものであった。そのため、フランツ・ヨーゼフ一世は自由主義、国民主義の動きを抑圧しようとした。新皇帝としてウィーンの宮殿に入ると、フランツ・ヨーゼフ一世は直ちに戒厳令を敷いた。これに多くのウィーン市民は失望したが、 その一方で、ウィーンの平穏を取り戻すためには、戒厳令が必要なのだと擁護する声も多く聞かれた。革命運動に身を投じた市民の中で、いち早く皇帝派に変説した者の,の中には、後の、バルツ王、ヨハン・シュトラウス二世がいた。フランツ・ヨーゼフ一世の即位以降、彼は、ヤツギバヤに、皇帝フランツ・ヨーゼフ行進局、戦勝行進局、 ウィーン守備隊行進曲などの体制側を賛美する楽曲を作った。もっとも革命運動に深く関わったシュトラウス2世に対してフランツ・ヨーゼフ1世は何の反応も示さずなかなか許そうとしなかった。シュトラウス2世を宮廷舞踏会音楽監督に任命する同義が出てもフランツ・ヨーゼフ1世はこれを2回も却下した。 新絶対主義知性初期のフランツ・ヨーゼフ一世母で、あるゾフィー大公妃の尽力により、皇帝に即位したため、フランツ・ヨーゼフ一世は、ゾフィー大公妃の意見にほとんど逆らえなかった。そのため、知性当初は、保守的なゾフィー大公妃がしばしば政治に介入した。首相フェリックス・シュバルツェンベルク公爵は、貴族でありながら、 伝統的貴族をハプスブルク家にとっての脅威とみなし、むしろ農民層の大衆を信頼できる同盟者と考えた。彼の補佐を受けながらフランツ・ヨーゼフ一世が行った統治は新絶対主義と称される。それは古い絶対主義を復活させようとするものではなく、近代的な新しい絶対主義を生み出そうとしたからである。また、 王権神授説を信じるフランツ・ヨーゼフ一世自身も、即位後たたちに内閣と議会の関係を変えようとは、しなかった。新絶対主義の理論的寄りどころは、万人のための、近代的な経済、行政、教育システムを有無を言わさず与えることによって、万人への政治的諸権利の譲渡を不要にするという、ものである。年月日。 大晦日直書を発する。これは皇帝の絶対的権威を謳ったものであり、政治や立法への国民の関与を認めず、出版の自由や検閲の廃止などを暫定的に認めた1849年3月の禁定憲法を完全に廃止するものであった。これに先立つ8月に、フランツ・ヨーゼフ一世はイギリス的、フランス的憲法を オーストリア帝国に適応することの不可能なることは、見識あるすべての人々によって認められていると断言しており、明らかに皇帝の意思が反映された結果である。9月には亡命していたメッテルニヒがウィーンに帰還する。かくしてオーストリアは再び絶対主義国家に戻った。1852年に、シュバルツェンベルク公爵が用さ去ると、 フランツ・ヨーゼフ一世は首相を空席とし、真の絶対君主として君臨することになる。シュバルツェンベルク公爵の貢献者たり売る人物は、誰も見当たらなかったのである。アレクサンダー・フォンバッハ内相が政府内で数うな地位にあったが、それはほとんど内政問題のみに関してであった。この時代は、内相の名から、バッハ時代と呼ばれる。 ハンガリー放棄の弾圧ハンガリーの都市、ジェールに進軍するフランツ・ヨーゼフ・一世、オーストリア帝国内の分国であったハンガリーでは、3月革命以前から、ハンガリー貴族、コシュートラヨシュラを中心とした独立闘争が活発に行われていた。これに対しフランツ・ヨーゼフ・一世セイは1848年12月16日に、ビンディシュグレーツ公爵をハンガリーに派遣して、 ブダペストを陥落させた。コシュートは国外に逃亡したが、1849年4月には、再び、ハンガリー人勢力によって、ブカレストを奪われてしまう。広大なハンガリーを抑えるのは困難であり、また、ハンガリー人は、支配層である、オーストリア人に根強い反感を抱いていたので、オーストリアのみでは、ハンガリー人を完全に屈服させることができなかった。 ビンリッシュグレーツ公爵は、ロシア帝国に援助を求める要皇帝に要請したが、母ゾフィーが反対を唱えたために、フランツ・ヨーゼフ一世は躊躇した。しかし事態を打破するには、やむを得ない状況であったので、ロシア皇帝ニコライ一世に援助を依頼することを決めた。また6月26日には、フランツ・ヨーゼフ一世のハンガリー申請が行われた。 我々の皇帝は素晴らしい限りであります。ラープで遠くに法制を聞くや、否や、皇帝は、手綱さばきも、鮮やかに見事な抱く足で前方にいた舞台の真ん中に踊り込みました。自分たちと危険と苦労を分かち合ってくれる皇帝に、兵士たちが、どれほど喜び、歓声を上げたかお分かりになられると思います。舞台が街に入るか入らないうちに、 皇帝はすでに燃え盛る橋の上におりました。しかし、それにしても皇帝が今にも焼け落ちんとする橋の上を、シックする様、そして、それを両陣への部隊が呆然と見つめている様子は、なんとも、感動的な瞬間であったことでしょう。皇帝、マクシミリアン大公の手紙より勇気ある皇帝の行動は、兵士の士気と忠誠心を大いに高める効果があったが、 同時にあまりにも危険すぎた。シュバルツェンベルク公爵は、諸将との話し合いの上で、マクシミリアン大公の誕生日である7月6日に、シェーンブルンへ帰還する、要皇帝兄弟に求め、フランツ・ヨーゼフ一世はこれに応じた。1849年4月、フランツ・ヨーゼフ一世は、ワルシャワで、ロシア皇帝ニコライ一世と会談して、 ハンガリー反乱鎮圧への支援を求めていた。オーストリアの申し出に横断したロシアは、8月13日に、ハンガリー東部へ出兵した。ほとんどオーストリアの功績であるにもかかわらず、ハンガリーの将軍アルトゥール・ゲルゲーの降伏を受理したのは、ロシア軍だった。ハンガリー元首相バッチャー・ニュラヨシュ・ハクシャクの処刑1849年10月6日。 独立を企てたとされるハンガリー元首相バッチャーニュ、ラヨシュ伯爵をはじめとする、計114名のマジャル人の要人を粛清させた。バッチャーニュ伯爵は引退してすでに久しく、革命後期の暴動には、一切責任がないと、当時の世論は考えていた。これによって即位後間もなくのフランツ・ヨーゼフ一世は、地に染まった若き皇帝として、ハンガリー人に恐れられた。 ハンガリーの反逆者に対して取られた措置は、ヨーロッパの世論にショックを与え、さらに、ハンガリー人の心情に大きな影響を及ぼすこととなった。1852年、ハンガリー各地へ行行し、ハンガリー人の熱狂的な歓迎を受けた。しかし、ある村を通り過ぎた際、村人たちがドイツ語で万歳を叫んでいたのに疑問を抱き、なぜ、 ハンガリー語で叫ばなかったのかを村長に尋ねた。すると村長は、それを命じたのは自分であると言った。村人たちはハンガリー語で、万歳、コシュートと叫ぶのに慣れており、ハンガリー語で万歳を叫ぶと、つい同じことを叫んでしまうのではないかと恐れたのが、その理由であった。かつて最初をメッテルニヒは、ハンガリー人を熱狂させるのは簡単だが、 彼らを統治するのは困難であると言った。まさにこの、メッテルニヒの言葉のように、ハンガリー人は、心の奥底から忠誠を誓ったわけではなかった。暗殺未遂事件、襲撃事件の様子を描いたもの。1853年2月18日の昼、副官マクシミリアン・カール・オドネル伯爵のみを、伴っての散歩中に、ブルク両方の強壁に身を乗り出し、 下の堀のところで行われていた軍事訓練の様子を眺めていた。そこを2週間前から暗殺の機会を伺っていたハンガリー人の仕立物シリベーニアーノーに襲われた。リベーニが突進しようとした瞬間、たまたま近くにいた女性がそれを見て大声で叫んだ。フランツ・ヨーゼフ一世はその叫び声に驚いて後ろを振り向いたため致命傷は逃れることができた。 しかし、首から胸に突き刺されて、フランツ・ヨーゼフは血みどろになり、数秒後にその場に崩れ落ちた。近くの古物市場で買い求めた刃物が凶器であった。副官は直ちにサーベルを抜いて、犯人の第二の月を牽制し、そこに、肉屋のヨーゼフへ転来非が駆けつけ、犯人を素手で殴り倒して取り押さえた。フランツ・ヨーゼフは刺された後、駆けつけた人々に向かって、 彼を殴ってはならない。殺したりしてはならないと叫んだという。フランツ・ヨーゼフは傷口にハンカチを当てて、近くのアルブレヒト宮殿に運び込まれ、宮廷劇場付きの医師フリードリヒ・シュティルナーの手当てを受けた。これ以降、医師団は12日の間に30の特別広報を出して、皇帝の容態、回復の様子を、逐一伝えた。初心によると、 後頭部の骨が損傷しており、安物のナイフの刀身が不潔なものだったために、傷が可能し始めていた。次第に解放に向かったが、しばらくの間は、視力が衰え、一時は失明の恐れさえあった。この暗殺未遂事件を、ハンガリーの武力放棄の新たな兆候かと疑った、軍部は2万の兵を動員して、警戒に当たった。しかしこの事件に、 背後関係はなく、コシュートによる、ハンガリー革命の失敗を無念に思う、ハンガリー愛国主義者の単独犯行であることが、判明する。フランツ・ヨーゼフは、刑一等を現じてやりたいと願っていたとも、伝えられるが、即時裁判によって死刑が確定し、リベイには2月26日の朝に、ウィーン南郊外の刑場で処刑され、その母親には、年金が交付された。 ウィーン市民の多くはそれまでフランツ・ヨーゼフ一世に対してあまり良い感情を抱いていなかったが、この事件の後は一種の同情心からか親しみが生まれた。弟マクシミリアン大公が皇帝の命が救われたことを神に感謝するために新しい教会を建立しようと呼びかけると30万人の市民がこれに賛同し寄付金によってボティーフ教会が建立された。 シュトラウス2世は皇帝の命が救われたことを祝って皇帝フランツ・ヨーゼフ1世救命祝賀行進曲を皇帝に捧げた。フランツ・ヨーゼフ1世の傷の後遺症はしばらく続き、完治するまでに1年近くを要した。結婚プロイセンからの皇后候補第1候補、プロイセン王女、マリアンナ若き皇帝のために、宮中では皇后選びの作業が進められていた。 母、ゾフィー大公妃がまず候補に挙げたのは、プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム4世の名にあたる、マリアンナ王女であった。1852年冬、かつて、プロイセン王がウィーンを訪れたことへの到礼として、フランツ・ヨーゼフ1世は、ベルリンを訪れており、その際に美しいと評判の彼女に会って心を、奪われていたことによる、 また、抗戦的な姿勢を隠さなかったフランス皇帝、ナポレオン三世への対処のために、当時ギスギスしていたオーストリアとプロイセンの関係を改善したいという意図もあった。しかし、マリア・アンナ王女はすでに、ヘッセン選定公国のフリードリ・ヒビル・ヘルム公使と非公式に婚約していた。あくまで内密にされていたので、ゾフィー大公妃にはその情報が伝わっていなかったので、ある。 プロイセン王妃は、ゾフィー大公妃の姉エリーザベトルドビカであった。そこで、ゾフィー大公妃は姉を通じて、プロイセン国王を本位させようとしたが、最終的には、オットー・フォンビス・マルクによって拒絶された。プロテスタントのホーエンツォレルン家とカトリックのハプスブルク家では、周囲が違うというのが、破断の理由だったが、回収の問題はその気になりさえすれば簡単に。 解決できることであり、実際に、時のプロイセン王妃、エリーザベとルドビカの例もあった。結局のところ、プロイセンは、自国主導のドイツ統一を目論んでおり、その足かせとなる、オーストリア提室との婚姻を、この時期に結ぶことはありえなかったのである。バイエルンからの皇后候補、第二候補、バイエルン皇女、ヘレーネ事前の策として、母が目をつけたのは、 バイエルン王家であるビッテルスバッハ家、冒険バイエルン公家の公女で、皇帝にとっては、母方の十枚にあたるヘレーネイン・バイエルンだった。1853年2月18日の夜、フランツ・ヨーゼフとヘレーネの見合いを兼ねて、外国からの品格を招いた、舞踏会が催される予定だったが、当日の昼に、リベーニによる皇帝襲撃事件が起こり、見合いは延期となった。 8月18日に、満23歳になる皇帝の誕生日の祝賀を、するという名目で、母ゾフィーは、ミュンヘンから妹トルドビカと名を招待した。こうして8月16日、ウィーンとミュンヘンのほぼ中間に位置する秘書地バートイシュルの、地で両者の見合いが行われたが、この時、フランツ・ヨーゼフは、社交界に慣れさせるためにヘレーネと一緒に連れてこられた。 その妹エリーザベトに一目惚れをした。顔合わせの際にはヘレーネには見向きもせずに、エリーザベトに熱い視線を注ぎ、その後の夜会でもヘレーネには、ほとんど無関心で、エリーザベトとばかり言葉を交わしていた。翌17日の朝、母、ゾフィーの部屋を訪れると、エリーザベトがいかに魅力的であるかを情熱的に、語った。 ゾフィーがヘレーネについての意見を尋ねても、フランツ・ヨーゼフはすぐにその話をエリーザベトについてのものに変えてしまった。夕べに舞踏会が催されたが、そこでもエリーザベトとしか踊ろうとしなかった。それまで自分の言うことにはすべて従っていた息子が自分の選んだヘレーネには目もくれないというこの状況を前にして母ゾフィーは非常に困惑した。 結局のところゾフィーはフランツ・ヨーゼフに押し切られる形で結婚を了承することになる。この時ほどフランツ・ヨーゼフが自分の感情を表に出したことはなかったと伝えられる。エリーザベトとの結婚生活新婚の皇帝夫妻。1854年4月24日、ウィーンのアウグスティーナー教会で数奇教、ラウシャーのもと午後6時半に結婚式が挙行された。 シェーンブルン宮殿の鏡の間で祝賀舞踏会が行われ、招待客は3000人に及んだ。この結婚によって皇帝の人気は高まり、夜に皇帝夫妻が馬車で町を巡遊すると、沿道には大勢の人々が詰めかけた。新婚の皇帝夫妻は、まずラクセンブルク宮殿で新生活を始めた。 しかし、新婚早々クリミア戦争が激化したため、フランツ・ヨーゼフは、早朝から深夜まで、会議や閣議、応接に追われ、あまりミイーズマを帰り見る余裕がなかった。母ゾフィーはエリーザベトに、ウィーン流の宮廷教育を施し、ハプスブルク家の皇后として、ふさわしい振る舞いを常に求めた。そもそも母ゾフィーは、ヘレーネ皇上皇后にと考えていたのであって、 その妹であるエリーザベトについては、あまり心よく思っていなかった。このような状況の中で、フランツ・ヨーゼフは、妻と母の間で板バサミになった。両者が何かをめぐって対立した際、皇帝になれたのは、私のおかげだと母に常々言い聞かされてきた。フランツ・ヨーゼフはいつも母、ゾフィーの側につかざるを得なかったが、母のいない時には、妻エリーザベトに理解を示した。 ウィーン改造城壁の取り壊しと建設中のリングュトラーセ1853年の皇帝襲撃事件が起きる前からウィーン城壁を撤去しようという意見は多く聞かれた。市街地区に建設用地は全くなく19世紀初頭以来繰り返し建物禁止令が発された。用地の慢性的な不足により建物を 建設できないのに対して、ウィーンの人口は19世紀前半の50年で、ほぼ倍増し、住まいを求める人口が20万人にも達していた。このような状況下で、当時のウィーン市長ヨハン・カスパール・フォン、ザイラーや、商務省、カール・ルート・ビヒ・フォンブルックなどは、熱心に、ウィーン改造を主張した。皇帝襲撃事件の数日前に、フランツ・ヨーゼフは、 美術アカデミーの教授ルートビヒフェルスターからウィーン改造案についての説明を受けて大いに関心を示し基本的に帝都改造に同意していたそこに襲撃事件が発生しますますウィーン改造への追い風となった1857年7月長年の検案となっていたウィーン城壁の撤去計画がまとまり12月20日にフランツ・ヨーゼフは 帝都改造の直書に署名した。皇帝の決断が30年後の世紀末ウィーンの映画を導くことになる。警察長官、ヨハン・フランツ・ケンペンのように、この決定を請求かつ、無視料なものとみなす軍人や保守派市民もいたが、大部分のウィーン市民に受け入れられた。とりわけ労働者は、撤去工事と新たな建設工事によって仕事が増えると歓迎した。共和主義者は、 城壁が撤去されることによって宮殿が無防備になると考えたが、そもそもこの古い城壁は武器の飛躍的な発達によって有効性を失いつつあった。むしろ複雑に入り組んだ外区を整理することによって、1848年革命のようにバリケードが築かれる余地がなくなり、治安はより保たれることになる。それまでは狭い縄文を通らねばならなかったが、 城壁を撤去すれば大量の部隊を周辺から呼び寄せることもできる。支配者側としてはこのような考えのもとでウィーン改造を計画した。これらはフランス皇帝ナポレオン三世がジョルジオスマンと共に断交したパリ改造の洗礼にいくらか影響を受けたものである。それまでウィーン市内を囲んでいた城壁は 長い時間をかけてすべて撤去され、旧市街と34ある郊外地区との間に横たわる防備のための広々としたグラーシと呼ばれる空間に、リングシュトラーゼと呼ばれる環状線が設けられることとなった。リングシュトラーゼの両側にネオゴシック様式の視聴者や、新古典様式の帝国議会を建設するなど、歴史主義的な建造物による都市計画が行われた。また、 巨大な兵舎や国防省、警察の中枢がリングシュトラーセの両端に配置された。イタリア戦線の敗退ソルフェリーノの戦いにおけるフランツ・ヨーゼフ一世。1815年のウィーン会議の結果、北、イタリアに位置するロンバルディアとベネトはオーストリア帝国に帰属することとなり、ロンバルド・ベネト王国となっていた。しかし、イタリア民族主義の高まりから、 現地ではオーストリアからの分離運動が盛んに行われるようになっており、フランス皇帝ナポレオン三世がこれを密かに支援していた。そこで、政情不安を和らげるために、フランツ・ヨーゼフは、1856年11月17日から4ヶ月間にわたり、皇后エリーザベトを伴って、北、イタリアへの巡行を行った。ベネツィアでは、 ロンバルド・ベネト王国の副王を務めていた、ラデツキー元帥との再会を果たした。北、イタリアに睨みを聞かせていた、ラデツキー元帥は90歳の高齢となっており、著しく老衰していた。そこで、フランツ・ヨーゼフは、ラデツキー元帥の任務を解き、自身の弟マクシミリアン大公を公認の副王に就かせた。マクシミリアン大公は、 サルデーニャ王国とフランスとの間に、頻繁な接触があることを察知し、ウィーンの政府に相手を挑発しないよう警告したが、強硬派のオーストリア外相、カール・フォン・ブオルシャウエンシュタインは、状況を正確に判断することなく、サルデーニャ王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世に対して、オーストリア領ロンバルディアから撤退する、よう最後通帳を突きつけた。皇帝の自重庁は、 ジュライ・フェレンツ・ヨージェフ・伯爵を総司令官に抜擢したが、ジュライはマクシミリアン大公が無能と評する人物であった。数ではサルデーニャ・フランス連合軍に勝っていたものの、ジュライ将軍を含めてオーストリア軍の士気は低く、軍備も不足していたことから、1859年6月4日のマジェンタの戦いで退却を余儀なくされ、ロンバルディアの幼少ミラノを奪われてしまう。 6月18日に、フランツ・ヨーゼフは、ジュライ将軍を解任し、自ら指揮を取ることを軍隊に公表した。ソルフェリーノの戦いにおいて、フランツ・ヨーゼフは陣営をこぶして回ったが、砲弾も食料も不足する中で敗戦を喫する。7月11日、ビラフランカ・ディベローナの地において、 ナポレオン三世との交渉の場が設けられた。会談の結果、ベネトはオーストリア領のまま維持し、ロンバルディアはサルデーニャ王国に割動することとなった。トスカーナ大公国、モデナ公国、パルマ公国の亡命君主の福井も取り決められたが、その翌年には国民投票によっていずれもサルデーニャ王国に併合される。新絶対主義の終焉一連の イタリア統一戦争の敗北、とりわけ、ソルフェリーノの戦いに完敗したことは、オーストリア人にとって、屈辱的なことであった。フランツ・ヨーゼフは、自重長、グリュンネ・伯爵を更迭し、内相バッハを官職に追いやるなどして、体制を一新した。職務に留まった、政府要人は、皇帝ただ一人という徹底ぶりだったが、世論はなかなか収まらずに、 皇帝への不満が高まった。王朝そのものの威信も傷つき、古州党を中心とするハンガリーの民族主義勢力も再び活動を開始した。戦争によって財政状態は一層悪化したため、フランツ・ヨーゼフ一世は改革を迫られた。19世紀半ばの銀行家たちは大議政議会を求めており、 これがなければ、外国債を募ることはできなかったのである。1860年5月31日、帝国議会が拡大され、新絶対主義の時代は終焉を迎えた。また1861年には、2月直去で自由主義的改革を一部導入することを認めざるを得なくなる。それはオーストリアを立憲君主国とするものだったが、しかしフランツ・ヨーゼフは依然として、 外務と軍事に関する多くの権力を保持した。急進的なハンガリー人は皇帝に権力が集中しすぎるとして反対し、その中には様々な形で抵抗運動を続ける勢力もあった。そのためフランツ・ヨーゼフは起こり、軍隊を派遣してハンガリー議会を解散させた。2月直行を発した後のオーストリアは、 中央集権的な自由主義国家のようであり、ほとんどのドイツ諸国の自由主義、立憲主義的な路線に合致していた。反自由主義的なプロイセンに対抗して、自由主義的なドイツの名手となる可能性が、オーストリアには開かれていた。ドイツの中規模諸国にとって、オーストリアの立憲主義的立場は、最大の魅力であったにもかかわらず、 フランツ・ヨーゼフは強制されない限り立憲主義を受け入れようとしなかった。1864年初頭には公然と立憲主義を称賛したシュメアリング内相を厳しく出席している。広島戦争の敗戦フランツ・ヨーゼフ一世、イタリアで失敗した後、オーストリアの関心はもう一つの主要な利益権であるドイツに向けられ、ドイツ連邦の指導的地位を 再び主張するようになった。これは、プロイセン王国主導の小ドイツ主義的な、関税同盟に対する挑戦であり、プロイセンとの伝統的な対抗関係が復活した。イタリア戦線に援軍を送らなかったことを、背信行為として、フランツ・ヨーゼフはプロイセンを公然と非難した。プロイセン主導のドイツ統一に燃えるプロイセン首相、ビスマルクは、 ハプスブルク支配下の諸民族の民族主義者たちを援助して先導したり、ナポレオン三世にはフランス語圏の支配権以上をちらつかせるなどして、オーストリアとの決戦に備えて準備を進めていた。それに対してオーストリアはほとんど何も準備せず、開戦を望んでいる者はほとんどいなかった。フランツ・ヨーゼフはあくまで平和的解決を願っており、 1866年4月8日の閣議でもオーストリア政府の和平の意思が再確認された。しかしプロイセンは様々な形でオーストリアを挑発し、ついには広島戦争の開戦に至った。1865年にオーストリアは自由主義的憲法を停止していたが、それでも自由主義的なドイツ諸国家のほとんどはオーストリア側についた。 消極的な自軍指揮官、ルートビヒフォン・ベネディクに決戦を命じた結果、ケーニヒグレーツの戦いで大敗を喫し、プロイセン軍に、首都委員に迫られて不利な講和を結ぶこととなった。この際、北、イタリアに残されていた、オーストリア領ベネトは、プロイセンに味方していたイタリア王国に割上された。ハプスブルク家は神聖ローマ皇帝として、 ドイツの君主の主位を占めてきたし、ドイツ連邦の議長職にあったことでその後も象徴的な指導権を維持していたが、敗戦によってオーストリアはこれらの威信と権力を喪失した。広島戦争後も、オーストリアはドイツから完全に締め出されたわけではなかった。その後の数年間、フランツ・ヨーゼフ一世は自国の地位の回復を試み、 ドイツ統一問題における発言権を取り戻そうとした。とはいえ、大ドイツ主義ではなく小ドイツ主義が勝利したことによって、オーストリアは従来の西方重視の政策を東方主体に転換せざるを得なくなった。また、イタリアの領土を失ったことで南方からも追い払われ、オーストリアは必然的に中東王に活路を見出すほかなくなった。この敗戦後に、 米面、メーレン、ハンガリーに目を向けた、ドナウ君主国という観念が急浮上した。アウスグライヒ白馬にまたがって、丘を登り、サーベルを抜いて、東西南北の天空に十字を切るフランツ・ヨーゼフ一世。国民を外敵から守ることを象徴する、ハンガリー国王大冠式に伴う伝統的な儀式である。帝国内の諸地域では、民族主義が公用して、 反政府運動が盛んになっていた。プロイセンに敗戦したことによる諸々の喪失は自国を支配する能力にも影響を及ぼしたのである。とりわけ警戒を要したのは皇帝に対する恨みが未だ残存しているハンガリーだった。ウィーンはこのような状況下において米面のチェコ人と組んでハンガリーを抑えるかハンガリーのマジャル人と組んで スラブ民族を抑えるかという二者択一を迫られることになった。民族や人口比、宗教が同じカトリックであること、ウィーンとブダペストの近さなどから見て、ハンガリーとの協調が適切だと考えられた。また、皇后エリーザベトがハンガリーを愛して、その熱烈な擁護者になっていたことも、大きな影響を及ぼした。アウスグライヒについてのハンガリーとの交渉は、 プロイセンとの戦前から行われており、オーストリアがプロイセンに大敗した後も、ハンガリーは足元を見ることなく、戦前と同じ条件のみを求めた。フランツ・ヨーゼフはこれに感謝しつつ、1867年に、ハンガリー人とのアウスグライヒを実現させ、二重君主国で、ある、オーストリア・ハンガリー帝国を成立させた。これにより、ハプスブルク帝国を、 オーストリア帝国領とハンガリー王国領に分割し、二重帝国の中央官庁としては、共同外務省と共同財務省を設置する一方、外交、軍事、財政以外の内政権をハンガリーに対して大幅に認めた。1867年6月、フランツ・ヨーゼフはエリーザベトと共にマーチャー主制度へ赴き、 ハンガリー国王としての大冠式を取り行った。なお、このブダペストでの祝賀行事の最中、メキシコ皇帝となった弟マクシミリアンが処刑されたという知らせを受けた。フランツ・ヨーゼフはアウスグライヒが成立した後、ハンガリー人以外の民族とも関係を自由に改善する余地があると考えていた。チェコやポーランドにも、 ハンガリーにとったのと同様の措置を取ろうと考えた。具体的な構想が提出され、帝国を連邦制に改めるドナウ連邦構想が公式に議論された。不満を抱く、チェコ人のために、ボヘミア王として体感することを約束したが、これを二重性を壊すものだとする、ハンガリー首相アンドラーシジュラの猛烈な反対にあい、断念せざるを得なかった。ウィーン市長。 ルエーガーとの対立ウィーンの名市長と称されたカールルエーガー即位当初のフランツ・ヨーゼフはユダヤ人の解放を拒んでいたが1867年以降はユダヤ人の親民としての身分を尊重するようになった。反ユダヤ主義の社会的風潮の中で大きな資本を握るユダヤ人の権利の被護者となったのである。1914年に ユダヤ人難民をウィーンから放逐すると、キリスト教社会党が政府を脅したのに対し、フランツ・ヨーゼフは追われた、ユダヤ人に、シェーンブルン宮殿を解放するという脅しで、これに応じたと伝えられる。1895年、ウィーン市長選挙で、キリスト教社会党のカール・ウェーガーは、ユダヤ人を激しく攻撃する演説を行って、人気を獲得し、 市議会での投票で過半数を得た。しかしフランツ・ヨーゼフはこれを承認せず、世の目の黒いうちは、我が帝都の市長として、彼を批准することはなかろうと拒否し続けた。当時、市長は、皇帝の任命する州の総督に承認されなければ、ならなかった。そのため皇帝の同意を得られないルエーガーを、総督は承認せず、ルエーガーは正式な市長になれなかったが、 しかしいくら皇帝が拒否しても彼は繰り返し主張に選出された。この確執は3年にもわたって続き、皇帝による市民無視との印象をウィーン市民に与えた。一般市民の間では、ルエーガー万歳の声が一段と高まり、ルエーガーは皇帝と人気を競うほどになった。1897年5度目の選出を受けたルエーガーに対して、 フランツヨーゼフはついに折れて、4月16日にウィーン市長就任に同意した。4月20日には、ルエーガーと謁見し、市長就任の宣誓が取り行われた。しかしこの一連の流れからフランツヨーゼフは、帝国内のユダヤ人から、反ユダヤ主義の盾になってくださる我らの被護者として、ますます敬愛されるようになった。 相次ぐ家族の不幸幸大しルドルフの自殺を嘆き悲しむ皇帝一家。フランツ・ヨーゼフ一世は15分ほど泣き息子の前に立ち尽くしたという。聡明で将来を職望された長男、ルドルフ皇太子は、保守的な父ミカドと対立し、1889年にマリー・ベッツェラ男爵令状とマイヤーリンクで謎の侵入を遂げた。 フランツ・ヨーゼフは嘆き悲しみ、しばしば、このような悲しい日々にあっては、皇后がいかに頼りであり、また慰めであろうかと言葉を漏らしたという。ムスコールドルフに代わる皇位継承者は、その後しばらく決定されなかった。1898年、皇后エリーザベトが、旅先のジュネーブで、イタリア人無政府主義者、ルイジル・キーニに暗殺されたことは、フランツ・ヨーゼフに、 大きな衝撃を与えた。その突然の訃報に接した際、悲嘆のあまり、この世はどこまであまりを苦しめれば気が済むのかと、泣き崩れたと伝えられている。側近のオイゲン・ケッテルルは、それ以後の陛下は、執務時間中でも泣き皇后陛下の写真を見つめながら、物思いにふけておられることがしばしばだったと、語っている。 フランツ・フェルディナント大公との対立1900年、イタリアの都市メラーノで、フランツ・フェルディナント大公と馬車に同乗する、フランツ・ヨーゼフ一世。弟、カール・ルート・ビヒ大公が1896年に死去すると、その長男で皇帝にとっては老いにあたる、フランツ・フェルディナント大公を、定位継承者に指名した。ハンガリーの政治的独立を半ば認めて、 帝国内の民族優雅を図るフランツ・ヨーゼフの政策に対し、フランツ・フェルディナンとは多くの特権を得ているにもかかわらず、なお完全な独立を要求するハンガリー人を公願として批判するなど、両者の間には政治的対立がたびたび見られた。フランツ・ヨーゼフが諸民族の優雅を信条とし、一致団結してをスローガンに掲げているのに対し、フランツ・フェルディナントは オーストリアの強化を目指し、国粹主義的な思想を展開していた。また、フランツ・フェルディナント大公は、結婚問題をも引き起こしていた。将来の皇后としては身分不相応なゾフィー・ホテク、白爵令状との帰遷結婚を欲していたのである。再三にわたって、結婚の許可を求められたフランツ・ヨーゼフは、ならば、定位か結婚か、どちらかを選べと迫ったが、 これに対して、フランツ・フェルディナントは、定位と結婚の両方を願った。後カール・ルート・ビヒ大公の5歳、すなわちフランツ・フェルディナントの義母マリア・テレサ大公妃が、皇帝を説得した。その結果、ゾフィーを皇后の身分にせず、また、彼女との間に生まれる子孫には、定位継承権を与えないという条件のもとで、フランツ・ヨーゼフは、この結婚を承認した。 1900年7月1日に結婚式が催されたが、フランツ・ヨーゼフは出席を拒否した。フランツ・ヨーゼフはシェーンブルン宮殿に好んで住み、またフランツ・フェルディナントは結婚後にベルベデーレ宮殿に今日構えるようになったため、この対立はさながらシェーンブルン対ベルベデーレの様相を呈していた。1906年からフランツ・フェルディナントは次第に 政府内でいくらかの発言権を認められるようになり、フランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフや、マックス・ウラディミール・フォンベックなど、ベルベデーレ派の人々が、政府上層部で影響力を持つようになっていった。政治に参加するようになった彼らは、ベルベデーレ側ではなく、シェーンブルン側の意義に従う人間になった。この後も、政府を支配したのは以前として、フランツ・ヨーゼフであったが、 やがて彼らに流される形で第一次世界大戦の開戦に至ることになる。ボスニア・ヘルツェゴビナの併合1908年の噴射が。1908年7月、オスマン帝国が青年トルコ革命に伴って立憲政治を再開した。ボスニアの占領状態が国際的に無効化されることを危惧して、フランツ・ヨーゼフは1908年10月にボスニアと ヘルツェゴビナの併合に踏み切った。この両地域は1878年のベルリン会議において当地域におけるスルタンの主権を侵害することはないと1879年のボスニア占領協定に明記した上でオーストリアが当地の委任を受けたものである。オスマン帝国の主権は排除されなかったが実際には オスマン帝国の主権を骨抜きにする統治政策が実施されていた。なお、この併合宣言は同盟国であったドイツ帝国やイタリア王国にも通知せずに行われたものであり、ヨーロッパ中を騒然とさせた。ヨーロッパ戦争を引き起こす恐れがあったが、ひとまずドイツによって戦争は回避された。ドイツがロシアに併合を受諾すべしと強硬な態度に出て、ロシアが 外交的に譲歩することによって、緊張状態が解決されたのである。フランツ・ヨーゼフには、世襲した領土をそのまま時代に譲渡したいとの思いがあったので、ボスニア・ヘル・セゴビナが多少なりとも失われた、イタリア半島の領土の代わりになるとの考えもあった。しかし、この併合はハンスラブ主義の先頭に立つ、セルビア王国との関係を悪化させて、 帝国内のスラブ系民族を刺激し、さらなる民族問題の複雑化につながった。土地所有者を含む多くのイスラーム教徒のオスマン、帝国への移住が急増したことも、帝国のボスニア統治にとって、深刻な問題であった。サラエボ事件と海戦中央同盟国の君主たち。左から、ドイツ皇帝ビルヘルム2世、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世、オスマイン皇帝メフメト五世、ブルガリア国王、フェルディナント。帝国内の民族問題やハンスラブ主義の展開への対応に苦慮する中、1914年にサラエボ事件が起こり、後位継承者、フランツ・フェルディナント大公が暗殺された。この一報を耳にしたフランツ・ヨーゼフが発したとされる最初の言葉は恐ろしいことだ。 全能の神に逆らって、報いなしにはすまない。世が不幸にも支えられなかった古い秩序より高い力が立て直してくださった。であると伝えられている。王朝の継承者たるフランツ・フェルギナント大公が、帰戦結婚をなして、王朝の義務に反したことに対して、神が天罰を下したのだとフランツ・ヨーゼフは見なしたので、ある。このような反応を見せたフランツ・ヨーゼフであるが、 王朝の対面を守るためには、後位継承者を殺されて黙っているわけにはいかなかった。またボスニアから、交代し暗殺に、セルビアが関わっている、可能性があると聞いたときは、宮中儀礼を破り進化に手を握らせむせびなくなどの、行動も見せた。ハンガリー首相ティサイシュトバーンは、現状のまま、セルビアと開戦するのは、バルカン半島に、まともな軍事基地を持たない。 帝国側が不利であるとして反対したが、皇帝以下のウィーン政府は、セルビアが十分な謝罪をしなければ、軍の動員も辞さない構えを示した。帝国共通の外務大臣、レオポルト・ベルヒトルトから、戦争への署名を求められ、フランツ・ヨーゼフは、バート・イッシュルにある夏の別荘で、戦線布告の文書に署名した。7月28日にオーストリアはセルビアに戦を、布告し、 第一次世界大戦が勃発する。7月末にフランツ・ヨーゼフはフランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフに対してもし帝国が滅亡しなければならないなら少なくとも品位を持って滅亡すべきであると語っている。開戦の結果フランツ・ヨーゼフは自らの権力を手放すことになった。あらゆる権力がコンラート・フォン・ヘッツェンドルフの束ねる。 陸軍総司令部に集中し、84歳の誕生日が近づいていたフランツ・ヨーゼフは、シェーンブルン宮殿で、ただ作戦についての情報を与えられるだけになってしまった。皇帝はもはや帝国の実際上の支配者ではなくなってしまったのである。フランツ・フェルディナント大公をサラエボ事件で失った後、フランツ・フェルディナントの弟、夫・フランツ大公の長男である。 カール大公が新たな定位継承者となった。対戦の初戦で、オーストリア軍が勝利したとの一報が届いた時、カールの日、ついたから、祝いの言葉をかけられたフランツ・ヨーゼフは、そうだ、勝利だよ。しかし、世の戦いはいつも、こんな風に始まり、敗北に終わるのだよ。そして、今度はもっと悪い結果になるかもしれない。みんなは言うだろう。世が追い果てて、 もはや戦うことができない、革命でも勃発すれば、一貫の終わりだろう、と、と述べたという。法行帝国内部では、次第に対戦疲れの兆候が見えるようになる。ハンガリー当局は、ライタ側異勢への食料の供給を抑えるようになった。そして、15の経済的困窮によって、労働争議とストライキが増加した。1916年7月。 フランツ・ヨーゼフは、自重武官のアルベルト・フォン・マルグッティにこう語ったとされる。ベルヒトルト外相の公認となった、シュテファン・ブリアン伯爵も、10月には和平を結ぶ、必要について言及し始めた。11月に入ると、フランツ・ヨーゼフは衰弱し、9日には高熱を発した。11日には、熱は38度4分となり、ますます病状が悪化した。皇帝自らが、 今度は助からないかもしれないとつぶやいたほどだった。しかし12日には熱が下がって食欲も出るなど病状は少し回復した。再び書類の山に向かい客人を接待できるほどになったものの17日には再び高熱を発した。20日の11時半にカール大公夫妻が見舞いに訪れると二人に向かって早く回復したい。仕事が多く残っている。 とても病気になどなっておられないと口にした。11月21日の夜、明朝3時半に起こすように言いおいて、ハプスブルク家の大勢の縁者たちに見守られながら、眠りについた。放御時刻は午後9時5分、神話、肺炎、宝さん86歳だった。11月30日に、カプツィーナー納骨堂の霊病に葬られた。 フランツ・ヨーゼフ一世が生涯をかけて守ろうとしたハプスブルク帝国は老帝の崩御のわずか2年後に世界地図から姿を消すことになる。東欧革命後は旧共三権のかつて帝国領だった都市でもフランツ・ヨーゼフ一世の肖像画を見ることができる。写真はポーランド南部の旧帝国領クラクフにて 戦争には負け続け、皇太子にも皇后にも先立たれ、民族問題にも悩まされた、不幸な皇帝だと、一般的に評価される。数多くの過ちを繰り返したものの、その忍耐と不屈の精神、そして温厚にして誠実な人柄から、晩年には、帝国内のすべての民族に慕われた。神聖ローマ皇帝の由緒正しい決統を、68年にも、渡る。 最長在位記録。そして、皇太子、ルドルフの上司、美貌の皇妃、エリーザベトの暗殺事件といった提出の悲劇。これらの要素は、フランツ・ヨーゼフ一世をより一層皇帝らしく見せ、オーストリア国民の理想の君主像に限りなく、近づけた。幼年学校や商工クラブは、もちろんのこと。 安宿や商家にまでも皇帝の肖像が飾られていた。オーストリア各地の土産物屋には皇帝の似顔絵入りの絵はがきやコーヒーカップが並び皇帝のプロマイドが人気を呼んでいた。第一次世界大戦の困窮の最中だったため死去の時にはさほど国民に動揺を与えなかった。当時の帝国議会議員の日記には深い倦怠感と無気力さが 帝国中に漂い、老帝の死に対する悲しみも、新皇帝に対する歓声もあまり見られないようだと書かれている。しかし戦艦期の混乱や第二次世界大戦の悲劇の後、古き良き帝国時代の象徴として、フランツ・ヨーゼフ一世の絶大な人気が復活した。今なお、ウィーンの街では、フランツ・ヨーゼフ一世の銅像やポスターを至るところで見ることができる。 これは、ホーエンソレルン家の王都だったベルリンでは見られぬ光景である。東欧革命後の現在では、オーストリア以外の旧帝国領土でも、フランツ・ヨーゼフ一世の肖像画をあしらった、ミネラルウォーターなどの商品が出回っている。68年に及ぶ知性の中で、政治的には数々の難題に直面したが、オーストリアの文化、経済は大きな発展を見た。 フランツ・ヨーゼフ一世は孔子を問わず様々な行事に姿を見せ、あらゆる芸術文化を庇護した。世紀末ウィーンの輝きすら沈みゆく帝国の最後の攻房であったが、この文化発展への貢献、とりわけ19世紀末にウィーンを文化的メトロポリスに変貌させたことこそが、フランツ・ヨーゼフ一世の最大の功績だと言える。フランツ・ヨーゼフ一世と、 家族皇后エリーザベトとの間に一男三女を設けた。なお、他にも、幾人かの楽院がいたとされる。そのうちの一人は、愛人のアンナ・ナホフスキーに生ませた娘で、新ウィーン学派の中心人物アルバンベルクの妻になった。あくまで噂の息を出ないが、指揮者、クレメンス・クラウスも、フランツ・ヨーゼフ一世の楽院だという話がある。 フランツ・ヨーゼフ一世を演じた主な俳優は以下の通りである。ありがとうございます。